スノーキーの FX 威嚇攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。ループフランの戦略と検証動画シリーズデモ講座編ということで、3週間ほど前に再開したんですけども、これがなんと絶好調なんですよ。で、リアル講座も、並行してやってまして、ただですね、売買システムは今停止していて、ポジションと決済注文は残ったままです。で、ブログの方ではその様子を毎週公開していてですね、一時期ちょっとピンチだったんですけども、今かなり回復してきている状態です。はい、動画概要欄に URL を貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。で、デモ講座の方ではですね、一応私の中で、このやり方が一番いいんじゃないかなっていうやり方とはまた違ったことを実験的かつでも本気でね、やっていきたいと思います。で、前回から約3週間が経過したんですけども、稼働中の売買システムは、ユーロ円の、S、売りを40、それを2万通貨ということなので、まあ、1回、決済されると大体8000円ぐらいが、はい、目安です。で、最大ポジション数は、18で、まあ、7円20銭の値幅にしか耐えられない。これ、あえてそうしているんですよ。はい、ここもちょっとポイントで。はい。でですね、ユーロ円ね、私の知る限り、こんなに長い間、ユーロ円がこんなレンジの中で動いたっていうことちょっと記憶ないんですよね。でね、あのブログの方で週末にパッと見テクニカル検証っていうのをやってるんですけども、この形と過去に一致する形っていうのがあまり出てこないんですよね。一致率70何パーセントとかっていうぐらい多分今のこのレンジっていうのは珍しい状態だと思います。はい。で、まあ、私、売りで入っているんですけども、まあ、上がったり下がったりなので、うまい具合に利益、はい、積み上げてくれて、こんな感じですね。はい。で、ユーロ円の売りって、スワップつくみたいですね。まあ、ちょっとビビたるものなんですけども、豪ドル円の買いとか、米ドル円の買いと比較すると、ビビたるものなんですけども、一応まあ、そのあたりも、ポイントかなと。はい。で、肝心の口座残高なんですけども、なんと3週間で前回比、11万円ほどのプラスです。で、なおかつですね、含み益がある状態で、はい、実行レバレッジが 1.54 倍、口座維持率 1600% という、なんとこの健全な、はい。まあね、結構このユーロ円のレンジの状態になって、だいぶ経ってから動かし始めたので、もっと早くね、やっていたらかなりの利益になっていたのかなと、まあただどこまで続くかっていうのはわからないので、次回また不定期で公開したいと思います。この後は告知です。ループイフダンが利用できます。アイネット FX さん、アイネット証券さんとスノーキーのブログ限定タイアップキャンペーンというのを開催しています。タイアップ専用バナーからの新規口座開設、そして10万円以上の入金なので、FX 取引はしなくってもですね、特典その1、クオカード2000円分、特典その2、私が書き下ろしました、ループイフダンレポートがもらえます。この動画の解説欄に、その詳細がわかる URL を貼っておきます。そちらからオンラインでの口座開設申し込み可能となっております。ということで今回ループイフダンに関する動画でしたけども、これ以外にも FX 投資に関するいろいろな情報を配信していきたいと思います。ブログの方は毎日更新していますので、よければこちらもスマートフォン、タブレット、パソコンのブックマークをお気に入りに追加をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。